総武鉄道も、派線系電車は、現在の東部の打線の前身である、総武鉄道が、申請した電車である。なお、本校では、同系のモハ2100系電車、クハ1200系電車についても記述する。総武鉄道が1929年の大宮、カス壁間電化に備え、日本車両東京支店で、申請した電車で、各機3形式重量が在籍した。モハ線系、 クハ1200型は普通車、もは2100型は荷物、合わせ作り車である。いずれも、全長 16,064mm、全幅 2730mm の、半高性車体であるが、同時期に申請されていた、頭部型車用、頭部で、箱系統と比較して、比較的薄い屋根等も、相まって、若干近代的な印象を与えるものであった。 全車とも両運転台構造であり、側面には片側3箇所の客用扉と2段式の側窓を備え、全面に設置された強幅貫通扉と、運転席窓上の通風口が特徴であった。窓配置はモハ 1000KA、区1200型が 1D6D6D1、モハ2100型が1バイト 6D6D1。主要機器は、イングリッシュエレクトリック車製、もしくは、 EE 社の国内ライセンス製品が搭載されており、当時申請されていた、東部型車両と同一であった。制御機は、東洋電気製造製の電動化無軸式、自動加速制御機を搭載し、台車は、ボールドウィンロコモティブワークス社製、ボールドウィン A 型台車の国内、デッドコピー製品である、記車製造製 b w 十五から十五釣り合い常式台車を、電動車、 制御者ともに装備する。1944年に、総武鉄道が、東武鉄道へ、九州合併された後も引き続きの打線で、使用されたが、1945年1月に、発生した、衝突事故でも、破線2 0 0とも、破2104が車体を損傷し、復旧に際していずれも、片運転台か、正面非貫通か、乗務員扉の新設が施行された。 その後1947年にも派1 1 1 0 0 2区派線2 0 1の3両が高松琴平電気鉄道へ、翌1948年にはも派1 3が上田マリコ電鉄へそれぞれ譲渡された。これは1947年に東部が63系や国電の潜細損傷車両の割り当てを受けたことの見返りとして、保有車両の地方施設への教室を、 運輸省より指示されたことによるものであった。これら譲渡車両については口述する。その後も、ハニ1 0 1が1948年に事故により、車体を焼損し、翌1949年の復旧に際して、電装解除され、同時にもハ1200もハニ1 0 4と同様に、片運転台か、正面飛貫通か、乗務員扉の新設が施行された。 その後1951年に施行された大改版によって、モハ14区ハ1202はモハ 1200K1200.1201 へ、モハ2102から1104はモハ 2270K1270 から1272へ、前述も、ハ21001クハ 2470K470 へそれぞれ解消、改版されている。本系列の主要機器は前述のように、 東部型車両とは仕様が異なっていたため、主に保守上の都合から翌1952年には、電動車となっていた車両も、全車電装解除された。モハ1200型はクハ2 2 0系2 2 5 2 2 6モハ2270型はクハ2 4 7 0系4 7 1から473とそれぞれ改版され、32、 系と呼ばれていたグループに編入される形となった。なお、伝送解除に際して、全車の運転台化が施行されている。本系列は、東部型車両と比較して、運転台の前後寸法が狭く、乗務員からの苦情が多く寄せられたことから、区波225.226の2両について、運転室の拡大が施行された。内容は大枠を、 運転台より端部側に 200mm 延長し、全室運転台化した上で、運転台左右両側に乗務員扉を新設するもので、1963年1月に区波226が、同年4月に区波225がそれぞれ竣工している。なお、工術更新時期の関係で区波に470型については、同工事は施行されなかった。本系列は、 終始の打線から離れることなく使用されたが、1964年より、開始された32系の3000系への更新に、際して、区派に470型は1965年から1967年に、かけて3000系区派3600系3643から3646へ、 区波225.226は1968年1969年に、左波3 6 0 0系3 6 4 1 3 6 4 2へそれぞれ更新され、本系列は形式消滅した。7 0 0 0系7 3 0 8 8 0系8 8 0高松こと平電気鉄道へ供出された、模波,波1 0 0 0 0 0 2区1201は、 台車改め機などの改造を受け、1001.1002は、制御電動車7 0 0 0系7 1 0 7 2 0区ハ1200型は制御車9 0 0 0系9 1 0となり、琴平線に配置された。琴電入線後は、同社初の間接自動加速制御、自動扉車として重宝されていたが、機器共通化のため1966年に、他社同様の HL 制御機に換装された。 また、1974年には910が伝送化の上で7000型に編入されて730となった。だが、7000系の3両体制は長く続かなかった。1981年に1053型の導入により710.72例が大体廃車され、残る730も1983年には1013型の導入により、指導線に転属し、 この際、重量制限の関係で、伝送解除されて、再び制御者となったが、形式称号、車番は、元の9000系910とはならず、880系880と新形式に区分された。同線転属後は、同時期に制御者化され、四導線に転属した890型と異なり、終始予備車扱いで営業運転につく機会は、 ほとんどないままであった。1994年の指導線分断により、長尾線に転属した後も引き続き予備車扱いとされ、実際は、普通生産工場の片隅で放置されていた。しかし、1996年に前日路線分断に、伴う車両を不足を補うため、同じく長期間放置状態にあった 70K71 ともどもが販補修等の更新工事が施行され、 約10年ぶりに営業運転に復帰することとなった。なお、更新工事に際して、側窓のアルミサッシか、前面の通風口埋め込みが施行されたほか、外販張り替えに伴いリベットが廃止されている。運用復帰後は主に6 0系6 7と編成を組み、最後の総武鉄道出自車両として、平成の世まで生き残った同車であったが、6 0 0系の増備により2000年に、 廃車解体された。上田マリコ電鉄へ供出された、モハ10003はモハ10001となり、菅平風は線に配置された。入線に際して、正面飛貫通過及び荷物輸送用スペース確保のための引っ張った側の側扉移設の改造が施行され、窓配置は 1D6D5D2 と変化している。1950年の改版では、 間接自動加速制御者であることから、もは5360系5361となった。しかし、勾配線区であるサナダ防用線においては、自動加速制御機は不向きであり、運用上難があったことから、1964年頃に、制御方式の HL 制御化及び、主電動機の換装が施行され、もは4260系4 2と、解消。 改版された。また、この改造と前後して乗務員扉が新設され、窓配置は DD6D5D1D D D と変化した。1972年の真田防洋線配線後は、広南鉄道へ譲渡され、もは1 0 0十1 1 0と解消、改版された上で、大和2線に配置された。しかし、同社では予備車的扱いに終止し、1980年に、 会社解体された。この総部も、破線さんは一説によると、長野電鉄へ供出される予定だったという話も、あるが、詳細は判明していない。高松琴平電機鉄道7000系電車に関する、カテゴリー。高松琴平電機鉄道9000系電車に関する、カテゴリー。上田マリコ電鉄も、派4260系電車に関するカテゴリー。広島南鉄道も、 800系電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。